このスタジアムといい、松本という町といい、非常に難しいアウェイになるというのは、ずっと1週間言ってトレーニングしてきたんですけど、その通り難しいゲームになりました。前半また早い段階に失点をしてしまって、こう続いてるんでね、またこう嫌な空気が流れるかなとは思ってたんですが、これまた2試合続けて、すぐに 1,2 分のところで、きちんと同点にしてくれて、で、その1点が非常にまた大きかったです。その後はやっぱりある程度ボールを動かすことはできたんですが、相手のやっぱり堅い守備を崩しきることができず、時折やっぱり船山を中心としたカウンターに合うと、そのことをトレーニングではやったつもりなんですけど、なかなか抑えることもできなかったです。後半少し風も収まってくれて、我々としたらラッキーだったなというふうに思いますし、2点目の、ここのすごいシュートが、入ってくれたので、そのシュートにもすごく助けられましたし、内容としてはまだまだなんとかしなきゃいけないなという思いで、勝ち点3を取れたことは非常に良かったです。セクター状況です。